Hello everyone, this is a continuation of the after story of Fairy Tale. So please enjoy. どこ行くかな。よし、ここだ。 リオンとジュラのとこか。腕試しにはちょうどいいな。うん、そのラミアスケールね。誰がいると思う？何やってんだあいつ。ウェンディ以外にも他のギルドに入ってる人はいるわよ。だって仕事は必要でしょ。そうじゃなくて、なんでステージの上でフォエバーしてんだよ。ああ、これね、ラミアスケール感謝祭、 マグノリアの収穫祭みたいなものでね、町の人々とギルドの一体感を高めるお祭りなの。<笑>ウェンディを正しい道に連れ戻すぞ。間違ってるわけじゃないでしょ。あれ、そういえばシャルルは？そろそろ来る頃だと思ったわ。ナッツ、ルーシー、そしてオスネコ。あら、ごめんなさい。 ハッピー。もう二度とあんな恥ずかしいことしません。すごく可愛かったよ。いやー、愛されてるね、ウェンディ。ウェンディ、客だぞ。ナツさん、ルーシーさん、ハッピーも。ちょっと背伸びたか。いえ、 変わってないです。そっか、じゃあ連れて帰るんで。おい、フェアリーテイル復活ですか。皆さんをもう一度集めて。うん、この1年マスターの行方不明、きっと解散の謎に関係してると思うの。マクロフ氏のことは評議員でも問題になってるらしいが。 評議員、嫌な響きだ。なくなっちゃったんじゃないの？そっか、あんたたちずっと山ごもりしてたから知らないのね。1年前、聖天大魔道が集まり、評議員を再結成したんだ。ジュラさんもそこに。聖天の魔道士が評議員か。
強そうだな。じゃあマスターも。そのはずだったんだけど、行方をくらましちゃって。逃げたんじゃねえのか。面倒そうだし、とりあえずじっちゃんは置いといて俺たちと来いよ、ウェンディ。あの私はラミアスケールの魔導士です。ナツさんたちとは一緒に行けません。ウェンディ、すみません。俺たちに遠慮することないぞ。この時が来るのは分かってた。どういうことだよ、ウェンディ。ウェンディが決めたことよ。無理強いはやめてくれる？シャルル、なんで人間なんだろう。なんで人間なんだ。なんで人間なんだ。これ変身魔法よ、覚えたな。この姿ちょっとだけ魔力が上がって予知魔法の力が強くなるの。どうかしら、ハッピー。オイラだけ修行して、お魚を少し我慢できるようになったよ。何の修行してたのよ。ねえ、ウェンディ、昼間のこと。うん、私はどこにも行かないよ。シェリーさんが結婚して出て行っちゃったもんね。私まで出て行っちゃったらシェリーは一人になっちゃうし。一人じゃないよ。は？私にはラミアスケールのみんながいる。愛するギルドの仲間が道場で一緒にいてもらうなんて友達じゃないと思うな。ギルドの方、民を避難させろ。何の騒ぎだ。見ての通り、モンスターの群れが突然町に押し寄せてきた。魔導士ギルド、オロチノフィル。何年も前からずっと犬猿の中のギルドよ。モンスターを使って襲ってくるなんて落ちたね、オロチも。きっとジュラさんがいなくなるのを見計らって。感謝祭で油断してるとこを疲れたわね。おのれ、このままでは町が壊滅する。そこを叩きたいが、あの数では近づけない。空なら飛びまーす。手を貸してくれるのか。おうよ、燃えてきた。行くぞ、ハッピー。アイサー。された。すごいモンスターの数。これが全部マーガレットに。町の防衛はリオンたちに任せよう。ナツさんたちもいるしね。私たちはオロチの本体、魔物使いを叩くわよ。ごめんね、ハッピー。ううん、シェリアは軽いよ、ルシーより。そうじゃなくて、私どうしても自分の力で町を守りたい。ウェンディ。うん、よし。
侵入したモンスターを倒さねばならん。うん、任せて。あたしだってこの1年で強くなったんだから。行くぞ。そうだ。すごいな。見つけたぞ。よくもハッピーを盗んだな。ごめんなさい。ナッツ、今はそれどころじゃないの。話は後だ。まずこいつらをぶっ飛ばす。いいか、泥棒ってのはな。モンスターは全部倒したようだな。リオン、それにルーシー、オロチノフィンは降参したわ。夏のお手柄ね。これで終わり。暴れたりね。十分暴れたよ、ナイツ。何が？ウェンディの前で
私は一人でも大丈夫って見せたかったんだ。でも夏にめちゃくちゃにされちゃった。夏さんだからね。ウェンディは夏と一緒にいなきゃダメだよ。え、愛してるでしょ。え、そんな、私はそういうのじゃないと思う。憧れとかお兄ちゃんみたいな。それも愛だよ。行かなきゃ後悔するよ。ウェンディを愛してるから、フェアリーテールを愛してるからここまで来たんだよ。私、素直になってウェンディ。ギルドが違っても私たちはずっと友達。シェリア、友達だよ。長い間お世話になりました。元気でな、ウェンディ。私も一応礼くらいは言っとくわ。本当に、なんて言ったらいいのか。私、自分勝手で元からそういう約束でうちに入ったんだろ。そうだったのか。フェアリーテイルが復活するまでお世話になるってね。ウェンディもシャルルもフェアリーテイルのこと忘れたわけじゃないんだ。ウェンディは泣き虫だな。なんでフェアリーテイルの復活頑張れよ。ブレイによろしくな。そういえば足取りが分からなくなってるのよね。元気でね、ウェンディ。シェリアも。もう泣いていいぞ。泣かない。私も。フェアリーテイルが復活してほしいから。ラミアスケールを後にした私たちはアメフラシの村でジュビアと出会った。そこでグレイがゼレフを崇拝するアバタールに属していることを知る。グレイはフェアリーテイルを忘れ END を倒すことに執念を燃やしていると思ってたけれど、そんなことは一切なく、アバタールを壊滅させるために潜入捜査をしていたんだ。そしてグレイはエルザと連携し、ついにアバタールの真の目的を突き止める。ゼレフの権限、刀身、戦つなぎを召喚し、信者の魂を捧げることでゼレフを呼び出そうとしていたんだ。さて次は。行くかな。よし、ここだ。行くぞ。
張り切っていきましょう。行くかな。よし、ここだ。切られたいものからかかってこい。やれやれ、お出ましか。よし。どこ行くかな。よし、ここだ。なんつうデカさだ。ヤクマ18頭身の一人を召喚したというの。これが浄化作戦。なんてひどい。ふざけるなよ。仲間の命何だと思ってやがる。行くぞ。行きます。任せて。行くぞ。Make it up! Ice and Bringer!
メイクバンブレイク。目的に一緒に進んでいく同士だ。いや、目的なんか違くてもいい。一緒に笑って、時には支え合って、互いが互いを信じ合えるようになる。そういう絆がいつも俺を救ってくれた。私たちの勝ちだぴょん。なんて守るために、もう目の前で誰かを失わないために、俺は強くなる。これがイグニールの炎だ。炎竜王の王冠。本当に強くなったの。逃がすなよ、こら！ガジラさん？リリーも逮捕って。見ての通り、評議員だ。うにゃばっかにゃ。レビィちゃん、ルーちゃん、噂には聞いてたけど、本当に評議員やってるんだね。久しぶり。ルーちゃんこそ記者やってるんじゃなかったっけ？なんでこんなとこに？レビィとリリーかと、ガジルに似た人。喧嘩売ってんのか、この野郎。いや、あのガジルさんが評議員のわけねえし。不意口を探してる時、木のじいさんに誘われてな。ウォロットさんだ。こうしてギルドの上に立つことになった。ちなみにお前も逮捕だ、サラマンダー。目つきが悪い罪でな。お前は格好がエロい罪で逮捕。ジュビアはジトジト罪で逮捕。ジトジト？お前は魚食いすぎ罪。美味しさは罪だったのか。お前はなんか、その存在がなんとなく逮捕だ。え、何ですかそれ。お前は言わなくてもわかるよな、グレイ。俺は甘くはねえぞ。貴様、ガジルに似てるくせに随分と調子に乗ってるな。俺はガジルだ、本物のな。いや、あのガジルさんも評議員のわけなかろう。実は本物のガジルだ。何？本気で偽物だと思ってたの？ならば話は早い。アバタールの浄化作戦を止めたのは我々だ。いや、もっと言えば。分かってるよ。グレイのおかげで俺たちもここまで来れた。感謝している。しかし迷惑かけたことに変わりはない。すまなかった。ジュビアはグレイ様が無事ならそれでいいです。俺たちが揃えば無敵。またみんなで一緒に戦えるなんて。少し大きくなったか、ウェンディ。いえ、全然変わってません。なんかギルドにいるみたいだね。このメンツが揃うとね。こういうの久しぶりだな。さあ、私たちの勝利だ。
勝ちどきをあげろ。なんだよ、心配して見に来てみたら。この大群をあれだけの人数で片付けるとはな、かなわねえな。いやー、ああして揃うとやっぱり壮観ですね。はい、クロウもそう思うでしょ。あれ、クロウシュがいない。あ、何混じってんだ。お前、セーバーのとこのフロッシュじゃねえか。クロウも様、なんでこんなとこにいるんだよ。なんでだろう。やあ、あいつ約束破ったな。グレイにフロッシュは殺される。だから約束しろ、お前もフロッシュも絶対町から出るな。こいつ改めて見ると可愛いよな。なんか癒されるな。気持ちはわかるが、その締まりのない顔をなんとかせんか。だってよ、恋がたきですか、あなたが。夏、僕には弟がいたんだ。だけど生まれて数年でこの世を去った。僕にはどうしてもそれが解せなくてね、生と死の研究を始めた。そして死者を蘇らすリバイブシステム、時を超える扉、エクリプスの理論を作り上げる。でも魔術学院では死者復活は危険思想だとされ、僕は退学を告げられたんだ。ひどい話だよね。弟は生き返れないと言われて、僕は動揺した。気がつけば学院の先生も生徒もみんな死んでいた。アンクセラム神がお怒りになったんだろうね。僕に矛盾の呪いをかけた。生命を尊く思えば思うほど周りの者が死んでいく。それを抑えるには生命を尊く思ってはならない。そして僕自身は不老不死にされてしまった。大勢の命を奪ってしまった罪悪感に苛まれ、一方で無限に研究できるという充実感を持っている自分を嫌悪した。そんな思考の迷宮を何年もさまよった後、僕は死にたいと願った。そして魔術の中でも一番の禁忌、生命の構築を始める。それは僕を殺せるほどの悪魔の創造、後のゼレフ書の悪魔、当時はエーテリアスと呼んでいた。魔法を形成するエーテルによって作り出した生命だからね。だけどどの悪魔も僕を殺すには至らなかった。そして最後の意味を込めて作り出したのが君だよ、エーテリアス・ナツ・ドラグニル。作ったなんてひどいよね。君はもともと人間だ、肉体があった。そう、ずっとこの日のために大切にしていたんだ、弟の体を。僕は最強のエーテリアスの創造と弟の蘇生、二つを同時に手に入れたんだ。僕はゼレフ・ドラグニル。
君の兄さんだよ、夏。君がイグニールの元へ行った経緯や僕とメイビスの関係はまたの機会に話そう。今日はこれから人に会いに行く用事があるんだ。人なのかな。まさか本当に会ってくれるとは思わなかったよ。やっぱり普段はその姿なんだね。腕の怪我はどうだい、アクノロギア。何の用だ、黒魔導士。君は破壊を望む。しかし消食だ。その気になればこの世界をも支配できる力を持っているというのに、君はそれをしない。君の行動理念は不明な点が多い。ウヌも似たようなものだ。僕はずっと迷ってきたんだ。傍観者でいた。人間につき君と戦うか、君につき人間と戦うか。だがその二極論が間違っていたんだ。人間も君も僕が殲滅する。それが僕の使命だったんだ。待っているのだろう、本気になれる相手を。僕が君を本気にしてあげよう。待っているがいい。ドラゴンと不死者と人間の最後の戦いの時を。うおー、懐かしいな。1年ぶりだもんね。どうしたの、ルーシー。ギルドはもうこの先だぞ。私、この先へ行くのが怖い。突然夏が現れてフェアリーテイル復活だっていう話になって、私ちょっと舞い上がっちゃって。1年間1回も連絡取ってなかった仲間たちに手紙を送ったの。フェアリーテイルを復活させるためにマグノリアに集まろうって。冷静に考えればみんなそれぞれ自分の道を進んでる。私たちの思いがみんな一緒かはわからない。みんなもうギルドのことなんか忘れてるかもしれないし、私1年くらいで忘れるかよってんだ。カナ、よー夏、ハッピーシャルル。あ、ウェンディ、ちょっと大きくなったんじゃない？いいえ、特には。いやー、この1年は私にとっても充実してたね。とりあえずギルダーツでも探そうと思って旅してたんだ。みんな似たようなもんだろ。特に私はガキの頃からギルドにいたからね。突然解散なんて言われても意味わかんねえっつうか、どうやって食っていくのかさえよくわからなかった。まあいい人生経験にはなったよ。みんな違和感みたいのは持ってたんだ。だから連絡する勇気もなかった。それをお前が打ち破ってくれたんだ、ルーシー。来いよ、みんな待ってる。おう、ルシー、手紙読んだぜ。みんな、久しぶり。ロメオ、元気だったか？オートじゃ派手にやったんだってな。ナツさんのですね、
私も見たかったです。ルーシー、週刊ソーサラー読んでたよ。ルーシーのグラビアばかりだったな。記事も書いてたよ。なんだかんだでみんなルーシーのこと気にしてたんだな。みんな、ただいま。ギルド、ここに復活。俺たちがフェアリーテイルだ。一応ギルドを回していくだけの人は集まったが、これじゃ全然足りねえな。この建物も1年放置されてたからボロボロになってるとこありますしね。それに復活を宣言したところで評議員の認可をもらわなければ闇ギルドと同じだ。評議員、そうね。まずはレビィちゃんとガジルを当たってみよっか。あの二人なら復活に協力してくれるだろうし、フェアリーテールに戻ってくれるかもしれない。よし、メンバー全員かき集めて完全復活だ。こんにちは。え、そうですね、よろしくお願いしますね。にしてもまた同じ家に住めるなんてラッキー。大家さんも元気そうだし、みんなも女子寮だったり家が残ってたり、まあ中には新たに家を見つけたりの人もいるけど、住むところは落ち着いたみたいね。みんなどうしてるかな。おかえりなさい。なんか懐かしい。お、やっぱりこの部屋だったな。分からずに入ってたんか。別の人が住んでたらどうするつもりだったのよ。安心しろ、一目でルーシーの部屋だと分かったぞ。何せあそこに脱ぎ捨てられていた下着が。ああ、見ないでよ。ま、久々にここに集まったんだ、ゆっくりしていけよ。あんたが言うな、私の部屋だから。はあ、変わらないな。こんなもんだろ。
な感じか。行くかな。よし、ここだ。さて次は。フェアリーテールを再結成したの。でも評議員の認可が必要みたいで。手伝ってほしいってことね。それなら私たちがこの1年見回しをしてきたから。本当？さすがレミーちゃん。それとなんだけど、評議員なんかやめてフェアリーテールに戻れ。おい、評議員脅した罪で逮捕するぞ。俺もレビーも評議員の仕事中だ。邪魔すんじゃねえ。ごめんね、ルーちゃん。フェアリーテイルには戻りたいんだけど、今すぐってわけには。ううん、仕方ないよ。急なことだもん。仕事終わればフェアリーテイルに戻るんだよな。じゃ、俺たちが手伝ってやれ。さっさと終わらせようぜ。だそうだが、ガジル。仕事さえ終わりゃ文句はねえよ。で、仕事ってなんだ？闇ギルドの取り締まり。違法なラクリマを取引してる闇ギルドを見つけて壊滅させよってね。表現も結構荒っぽい仕事するのね。タルタロスの一件で表現に立てつく勢力が増えて、口で言っても従ってくれないんだよ。立て直しのためには荒領事も必要だ。そのために俺がいる。俺たちでしょ。できてねえ。行くかな。よし、ここだ。やってやる。
っちゃいくか。ルーシー・キリーよし、カリーの絶叫ソリッドスクリプト。こいつらだ。違法ラクリマをばらまいてやがるのは。久しぶりに勝負しねえか、ガジル。たくさん倒した方が勝ちだ。ギヒ、後悔するなよ、サラマンダ。俺は評議員だ。一年遊んでたお前とは違え。なんだと？俺だってな。いつものフェアリーテイルって感じだね。あー、盛り上がっちゃってる。これは敵がかわいそうなパターン。さあ、行くわよ。現地で処分。これでよしっと。お仕事完了ね。じゃあこれで。うん、評議員やめてフェアリーテイルに戻る。評議員は天職だと思ってたんだがな。冗談は顔だけにしてくれ。またよろしくね、ルーちゃん。うん、一緒に頑張ろう。そういえばラクサスがブルーペガサスにいるらしいよ。行ってみれば。ラクサスが？なんで？次は。ギヒ。あ。あれがラクサスか。ホストってこら、ナツ笑っちゃ悪いって。聞こえてんぞ。ごめんラクサス、私たちフェアリーテイルを再結成したのだから。待ちたまえ諸君、ラクサス君はブルーペガサスの一員。勝手に連れて行かれては困る。イチアさん、メイ
なたのための一夜です。じゃ、ラクサスは連れてくぞ。話を聞きたまえ。ラクサス君はこのギルドに借りがあるのだ。それを返さなければフェアリーテールに戻ることは許されない。おい、俺はそんな。いいじゃないか、最後にこれくらい。最近私の指名が著しく減っている。この原因を調査し解決してほしい。はあ、おっさんの人気が落ちてるだけだろ。そんなはずはない。何かしら原因があるのだ。例えば悪評を流している不貞の輩がいるとか。そんなことする人いるのかな。やる必要ないよね。わかった、それをなんとかすればラクサスを返してくれんだろ。夏、お前。どうしてラクサスはブルーペガサスにいたの。魔導士が仕事をするにはギルドに入ってた方が都合がいい。ただそれだけの理由だ。本当はホストに興味があったりして。帰るぞ俺は。ラクサス君、落ち着きたまえ。我らはギルドは違えど同じ仕事をする仲間だ。喧嘩などせず事件解決のため手を取り合っていこうではないか。一夜、ここは私のナイスメーンに免じて。ああ、その面もいい加減見飽きたな。早く仕事を終わらせてフェアリーテイルに戻るか。メーン。犯人なんかいんのか。どうせ一夜の勘違いだ。ほう、これはなかなかのイケメンだ。まるで鏡に映る己の姿を見ている。おっさんが二人そっくりってレベルじゃないし、エドラスの日夜じゃないわよね。おい、あいつ逃げたぞ。くそ、やつが犯人か。おぞ。
ね、おお、どこ行くかな。すまない。なんと。すばら。ごめんなさい。追い詰めたぞ、偽者。お前が一夜の格好をして悪評をばらまいてやがったんだな。人のふりして悪いことするなんて卑怯よ。絶対許せない。こっちは本物でして。あ、ごめんなさい、あまりにもそっくりで。くっ、バレちゃしょうがない。全部お前らの言った通りだ。やっぱり変身魔法だったのね。そう、あんだけ恥ずかしい思いをして変なことやって回ったのに、なかなか評判下がらんとは。もともと低かったからかな。ふふ、私のイケメン力を過小評価したな。それがお前の敗因だ、メン。ああ、よくわからねえが、やっちまっていいんだよな。ここは私に任せたまえ。開け四地球の扉、レオ。愛が精霊を強くする、レグレスインストクト。なかなかやるでしょ。これでおしまいだな。もう一夜の悪評は立たねえだ、多分。ありがとう、ラクサス君、君のおかげだ。これでラクサスの借りはチャラにしてくれるのよね。無論だとも、男に二言はない。よっしゃ、ギルドに戻ったら勝負だ。今度こそラクサスに勝ってやる。なあ一夜、なんでこんなことしたんだ。君はブルーペガサスの家族だ。だからすぐに別れるなんて寂しいじゃないか。一夜、これでラクサスも戻ったし、イラさんたちが見つかればフェアリーテールも完全復活ね。そういや、ミラたちがウェイトレスやってるって聞いたな。ウェイトレス？それは似合いすぎね。よし、次はミラさんたちを探しに行きましょう。次は、グレイ様。え？ああ。
どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。行くかな。よし、ここだ。情報によるとこの村にいるらしいんだけど。あ、ミラだ。リサーナもエルフマンもいる。あら、夏にルーシー。噂は聞いたわよ。フェアリーテイルを再結成したんだって。そうなの。だからミラさんにも戻ってほしくて。そうしたいのは山々なんだけど、お世話になってるレストランを辞めるわけにはいかなくて。兄弟3人が一気に辞めちゃうといろいろ大変じゃない。そうかもしれないけど。というわけで食材探しを手伝ってくれない。え、食材。私たちが辞めちゃうとお店に迷惑がかかるでしょ。だからそのお詫びに新しいメニューを考えようと思って。古から伝わるフィオーレ伝説食材を使えばきっと評判になるんじゃないかしら。伝説食材聞いたことないんだけど。リサーナ、エルフマン、私はルーシーたちと出かけるからお店をお願いね。行ってらっしゃい、ミラネ。こっちは任しとけ、リーシャ。
行っちゃいくか。伝説食材ってどんなものなの？伝説食材って言うんだから美味しいんじゃないかしら。え、もしかして知らないで探しに来たの？伝説だもの。でも出回ってないということはその土地の人が誰にも食べさせたくないって隠してるんじゃない？うますぎて独り占めしてるってことか？独り占めね。おお、うまそうな匂いがするぞ。向こうだ。夏、ストップ。モンスターが集まってるわ。何か食べてるみたい。もしかしてあれが。モンスターが夢中になるほど美味しいってこと？それ大丈夫かな。食べてみりゃわかる。行くぞ。さあ行くわよ。愛が精霊を強くする。レグルスインパクト。テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよ。私たちに勝ちね。
伝説食材なんだね。こら、勝手に食べるな。うん、生でも悪かねえぞ。こっちも食べてるし、これが伝説食材で間違いないよね。じゃあ帰って試食会をしましょう。ものは残さず食う。それこそが男。ミラネ、これなら絶対看板メニューになるよ。最後にお役に立てたかしら。それじゃあフェアリーテイルに戻ってくれるの？もちろん。フェアリーテイルは私たち兄弟の家だからね。ミラさん、エルフマン、リサーナ、またよろしくね。ミラたちがいなくなると寂しくなるな。今度はお客さんとして来ますから、店長もフェアリーテイルに遊びに来てください。ああ、遊びに行くよ。みんな元気でな。一緒だったか。カナもみんなも変わらないわね。ギルドもだいぶにぎやかになったね。うん、ようやくフェアリーテールらしくなってきた感じする。エルフマン、久しぶりにやろうぜ。強くなったのは夏だけじゃねえ。男なめんな。お、喧嘩か。若くていいね。うるせえぞ、てめえら。グレイ様もやるならジュビアも行きます。ちょっと、書類が。全員逮捕だ。せっかく直したギルドが。ほんと、にぎやかになったものね。表へ出ろ。暴れ足りんのなら私が付き合ってやる。ゲ、エルザ。夏、男の勝負はまた今度だ。おこいつらをまとめられるのはエルザしかいないな。ほら、待てい。捕まるもんかよ。大西さん、こちら。賑やかな日常が戻ってきた。見慣れたいつもの風景、そして喧騒。ようやく思い出す。ここが私たちの家なんだと。ようやくここまで来たな。ギルドのみんなで頑張りましたから。いろいろあったけど、これで全部元通りね。まだだ。お、まだ足りねー。ナツ、そうだな、大切なもんが抜けている。それってギルドマスターだ。お、とうってじっちゃんだって誓ったはずだ。ここに戻ってくるって。そうよ、マスターが誓いを破るわけないもん。フェアリーテイルにはマカロフさんが必要です。帰ってこないならばこちらから迎えに行くほかあるまい。そうと決まりゃ出かけっぞ。
ことだ。マスターを探し出して連れ帰るよ。なるほど。ほう。ああ。ふん。ほう。そうだな。行くかな。よし、ここだ。Thank you.
なるほど。燃えてきた。Come on!
ましたよ。こんなもんか。初代、じっちゃん、なんという男。よし。おお。
し。おお、よし。燃えてきた。うん、頑張ってね。どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。逃げるなら今のうちだぞ。さて、白龍の鉄拳、ガリューの鉄拳、白龍の鉄拳、よし、ガリューの鉄拳、よっしゃ、勝った。なあ、よし。さあ、逃げるなら今のうちだぜ。ガリューの鉄拳、オーリーレイ、エリューの斬撃、ガリューの猛攻、白龍の鉄拳、
竜の鉄拳。集え、妖精に導かれし光の川よ、照らせ。ジャガの牙を滅するために。もう終わりか、暴れたんねえぞ。よし、帰ってきたぞ。頑張ってるみたいだな。さすがだね。ねえ夏、ちょっといいか。あ、な、うん、そうじゃなくて、普段小説なんて。いいのいいの。そうか。ありがとう。どこに。うん、はい、どうしたものか。ねえ、ちょっとお使い頼まれてくれない。ここに行くぞ。やれやれ、お出ましか。熱流奥義、昇波、天空戦。そうか。行くぞ。
張り切っていきましょう。よし。よし。やるじゃん。頑張ってるみたいだな。エルザ、手伝ってほしい。ここにしましょう。気をつけていきましょう。
行くわよ。私たちの勝利。敵。精霊を強くするレグレスインパクト。このくらい楽勝ね。さあ行くわよ。開け四地球の扉。愛が精霊を強くするレグレスインパクト。やったー、勝ったわ。フレア。え、うん、なんというパルファム。おい、ルーシー、ちょっと顔貸せや。